常闇とわ様のとわいラジオ第6回目はい、では今回のラジオのゲストはロボコ先輩です。イエーイ、わーい、もうかぶっちゃったロボー、バーチャルロボットのロボコだよ。うん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 、じゃあお願いします。今日はお願いします。とわぴー呼んでくれたね。いやもうそれはそれはもう最初から可愛がってもらってるんで、もう話したいですよ話したいでも最近なんかハマってることってあります？いや最近はもっぱらあつ森だね。あつ森、そう、あつ森、まあアークかな。あ、アークね、なんか本当にもうクリエイトするのが好きって感じなんですね。え、そう、めちゃくちゃ楽しい。え、うん、じゃあ昔はアークとかあつ森出る前は結構マイクラは本当にマイクラとかもクリエイトじゃないですか。マイクラもクリエイトだね。それとかも結構もうやりまくりだったんですか？全然やってなかったけど、ほらほらみんなでやり始めてからめっちゃやるようになった。そうなんだ。そう、もう全然やって、あんなガチ勢みたいなことしてなかったよ。あ、へえ、なんかすごい結構やり込むタイプなんだなって思ってて。あ、そう、なんかきっちり全部やりたくなっちゃう。それってなんかあの作るのって意外に難しいじゃないですか、うん、それって何、なんか動画見たりとかしてるのか、それとも自分でもう試行錯誤してやってるの、どっちなんですか？動画を見てそこからちょっと変える時もあれば、うんうん、もう適当になんとなく作っちゃってからやる時もある、うん、おー、すごい。クリエイトのあんまりしないから、ね、なんかどうしていいのか分かんなくなっちゃう。マイクラの時もそうだったよね何をどうしたらいいんだろうか。いや、でも初めな、どういうものがあるのかも分かんないしね。うんうんうん、いや、あつ森無限大だからやろうぜ。最近低下してるからやろうぜ、やろ。あ、視聴者のね、あの視聴者の島にね、あの行きたいなとは思ってるんですけど。あ、もうめちゃくちゃ行ってほしい。めっちゃ変な人いっぱいいる。あ、もう行ったんですか？そう、行った。割と僕のところ平和だったかもしんないけど、割と変態は結構、あ、変態でしょ変態もいっぱいいる、うん、変態さん、変態さん今度やってみよう。やってみてくれ。ありがとうございます。で、あと4月は変わり目の季節で、いろいろ初めましての人と書いてなんか話すのがなんか悩みの人がたくさんいるみたいで。ああ、初めましてさんね。そう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 、うん、でなんかよく質問とかでなんかどういった風に友達作っていいのかなとか、会話デッキが欲しいっていう風に質問があるんですけれども、そういう時ってロボコ先輩ってどうやってどんな会話デッキとか持ったりしてます？みんな会話デッキ、いやもう今の時期はあつ森でしょ。いや、あつ森の話しかしね、あつ森先輩じゃんえ、でもなんか大半の人今あつ森やってると思うんだ。確かに結構相当売り上げありましたもんね、なんかね。そう、やってなくても多分あつ森っていう言葉を知ってると思うんだよね、うん、有名どころのね、何かを出す、ね、そうそうとりあえず有名どころで、あつ森の最近丸々がクソ可愛いんだけど、これ僕たち見てほしいみたいな感じで会話をつなげられるからとりあえずとりあえずあつ森デッキかな、まずは今の時期。あ、なるほど。だからロボ先輩の回答としては、なんかみんなが知ってるようなもので自分の好きなのがこれだよって言って、あ、それ知ってるみたいな、そうそうそう、共感を得てそっから話を広げるっていう、そういう、そっからあつ森をまず買わせてから始まるっていう友達ストーリーかないや、でもそれめっちゃありですよねいや全然あり、なんならスイッチの任天堂に貢献もできちゃうっていうお手軽セットね。え、どうします？じゃあスイッチ持ってないし、あつ森知らないって言われたら。スイッチ持ってないって言われたらもうね、スイッチ売ってないから今やばいね終わりじゃん。今やばいね、終わりかもしれないスイッチ貸してあげて、貸してあげて。あ、そうだね、貸してあげるかこれちょっとやってみて貸すしかないな優しい優しい、すごい。そう、そっから始まるオフコラボ、うん、いいですね。じゃあね
あのお便りコーナーにじゃあ今回行きたいと思います。お、うんうん、たくさんのお便りありがとうございます。ありがとう。ちょっと選ばせてもらったんですけど、ほう、じゃあまず一つ目、剣族ネームうんむさんからいただきました。うん父様こんやっぴーこやっぴーロボコさんハローボーハローボー、二人のラジオ楽しみにしていました。アークやオフコラボの時は楽しく拝見しました。二人に質問があります。二人とも FPS が好き、そしてプレイが上手いなと配信を見てていつも思います。それに関する質問なのですが、 FPS を好きになったきっかけや上手くなるために何に気をつけてプレイしていたか知りたいです。FPS は好きというものの、二人の好きなタイプの FPS ゲームタイプがオフコラボやアークコラボでの話を聞く限り少し違うなと感じました。もし二人が今後 FPS コラボをするのであれば、どのゲームを選択するか知りたいです。これからも体調に気をつけつつ頑張ってください。今後の配信楽しみにしています。ということでありがとうございます。ありがとう。そうね、うん、違うね多分タイプが。あ、どうなんだろう。え、でもそれもさ、あのクリエイト好きって言うから、だからフォートナイトも好きなんじゃない？なのかな。フォートナイトって可愛いから好きなんだよね、フォートナイト。オーバーウォッチも可愛いよ。え、トワピってさ、初めてやったゲームって何？この FPS とか TPS 系だったら。うん、トワね、うんうん、UBG が初めて。楽しいなんだ。そう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 。あ、したらじゃあアークじゃないや、エイペックスとか、うん、パブジーとかのジャンルになるね。え、ロボコ先輩何やったの？僕トイウォーズなんだよね。え、何トイウォーズって何？名前は聞いたことある。なんか、うん、お人形、なんか血が出ないゲーム、うん、打ち合いのゲームで、へえ、うん、銃とかいっぱいスナイパーとかもいろいろ種類あるんだけど、うんうんうん、自分の体が人形みたいな、トイだからおもちゃなんだよ。あ、うんうんうん、だからもう首が丸ごと吹っ飛ぶ時もあるし、血は出ないけどね。世界観が可愛いの。なんか、あ、なるほど、自分の部屋で、うん、一体人形たちが銃を持って撃ち合いしてるみたいな感じ、うん、ファンタジーな感じ。そうそう、船の上とかミニマムになった自分が撃ち合いをしてるっていう、うん、あ、確かにそう思うとトアはちょっとリアルな方の人間の、その何、軍隊的な感じの。そうそうそう、なんか世界線が可愛いやつが好きかもしんない、もしかしたら。なるほどね。でもエイペックスやってるじゃないですか。え、でもね、最近やってないんだよね。だシーズン2以降全然やってないかもしんない。もうシーズン4だからね。だよね、また変わったもんね、うん、変わりましたね。そう、だからフォートナイトとか、うん、トイウォーズはもうなくなっちゃったからあれなんだけど。へえ、もう終わっちゃったんだ。そう、オーバーウォッチはだからちょっと世界線は好きかもしれない、うん、あんまやってないけど。確かに。2人でプレイするなら妥当なのはエイペックスだよね。うん、エイペックス。でもなんだっけ、あの夏に出るから新しい FPS が、それも一緒にやりたいなってちょっと思ってます。面白いなって。 FPS TPS とかってさ、一、うん、人でやるとつまんないけどさ、うんうんうん、誰かがいるとちょっとやってみたいなって思える。あ、わかりますわかります。そう、プレイ動画とか見てね。そう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 。じゃあやっか。やりましょう、ね、やりましょう、楽しみなんで、やりましょう、やりましょう。はい、ありがとうございました。じゃあ次のお便りはロボコ先輩に読んでもらいます。おい、じゃあこの人かな。剣族ネームコルクボードさんからいただきました。父様ロボコさんこんよっぴー、こんよっぴー、デビメタテーテー。そして今回のゲストはロボコ先輩ということでお聞きしますが、デビュー前から話していたというお話を聞いたので最初のお互いの印象を聞いてみたいです。ふわふわ系でほんわかしているデビムタが大好きなので、これからもたくさんコラボしてくれると嬉しいです。似たような感じで、金属ネームブラフさんからいただきました。トワ様レボコさんロボヤッピー、ロボヤッピー、いつも配信楽しみにしてます。配信見てるとお二人はとても仲がいいですが、そこまで仲良くなったきっかけを教えてください。はい、ありがとうございます。これがね、うん、気になるわけね。うんうんうん。いや、これはもうロボコ先輩の
何でしたっけ、なんであの流れになったんだっけ。でも多分ロマコの声がやばすぎて、トワピからなんかチャットが来てたんだっけな、初めどうだっけ、ちょっと見てみようかな。違う、でも最初ロマコ先輩がなんか FPS 好きなんだよねみたいな、全然 FPS をする人いないから嬉しいみたいな感じでチャットをくれて、それだ、あでもフォートナイトはやらないんですよみたいな話をして、そうフォートナイト勧誘しに行ったんだよねフォートナイト会をしに行って、そしたらその感じでやってた時に、なんか声がやばすぎる助けてみたいなことをそのまま話して、そう声が本当に戻らなくてどうしようみたいな感じになって、でそっから気持ち通話をかけて、そういきなりね僕の声聞いてみって言って、いきなり通話かけて、そうかけて声真似をし始めて、いやでもなんかニャースの声をすると治るとかよくわかんないこと言い出して、でなんかガラガラ声なのにニャースの声をさらにやり、そう やめた方がいいですよ大丈夫ですかとかって言いながらも若干治ってきたりして、ハート先輩の真似とかもしちゃってね、ねえやん時が一番似てたな、ハートちゃんはだからもうなんか最初のお互いの印象は本当に何だろう、不思議な人だなって思いましたよ。でも不思議な大丈夫なのか、声ガラガラの人じゃなくて不思議な人、声ガラガラでなんか大丈夫なの、変なことしてるけど大丈夫なのかなっていうそういう印象。なんかトワピは逆になんか、なんか優しいなってすごい思った、付き合ってくれる優しいなってあこの人はかけてもいい人だなって思って、そう思ったね。でももう本当にこうやって急に通話とかかけてもらったりとか、急になんか普通の何配信とかの話じゃなくて自分の話をバーンって言ってくれると、こっちもなんか寄り添いやすくて、もうそのロボコさんのキュッてきた感じが多分仲良くなるきっかけだったのかなってとは思いますね。今世紀初めてロボコさんって言われたかもしんない。なんか出たね。なんか出たね。何ロボコさん、ロボコさんだって。フルネーム来たね、ロボコさん。ロボコさん先輩。ロボコさん先輩。初期かな。ロボコさん。ロボコさん。なんでそここうつくの。寄り添ってみた。ありがとう、寄り添いありがとうございます。そんな感じだね、なりそめは、いやなんか懐かしいな、なんだかんだ早いな、ね、時が経つのが。気づいたら声治ってたわね、よかったよかった、はいみたいな感じで、まあ、はい、いろいろこうやってお便りあってなんか思い出したりとか、 FPS のお互いの最初のハマった FPS とかのね話もできて楽しかったですね。楽しかったね、またありがとうございました。こちらこそ、また来週もあのロボコ先輩と一緒にラジオを投稿させていただくのでよろしくお願いします。お願いします。はい、では皆さんさよなら。さよならっぴー。おつやっぴー。おつやっぴー。とわさま、こんやっぴー。こやっぴー。ロボコさん、ハロー、ハロー、ハロー。ちょっと被りすぎ。じゃあここから行くね。